あの子が目覚めて本当に嬉しいわ。これからはずっと一緒にいられるのね。話したいことがたくさんあるわ。見せたいものやしたいこともたくさん。一緒に話してお散歩をしてご飯を食べて、それからでも全て忘れているのなら、もう少しシグルド、ここにいる。あなたに相談したいことがあるの。今日はいろんなことがありました。神竜王ルミエル、あの方は優しい方です。会わせてあげたいです。前のままの私に。きっと素敵な親子だったのでしょうね。眠る前から、いえ、私が生まれた時からずっと。どうしてあなた一人で。今のは何だったんでしょう。あれは私。大丈夫かい。かなりうなされているようだったけれど。マルス、大丈夫ですよ。少し変な夢を見ただけです。もしかして近くにいてくれたんですか。君が僕の指輪をつけたまま寝ているからね。すみません、外すのをすっかり忘れていました。そのままでいいよ。指輪をつけていないと何かあった時に力を貸すことができない。それに離れていた方が落ち着かないさ。僕は千年間眠る君と共にいたのだから。あのマルス、千年前の私ってどんな風だったんですか。もしも昔から共にいたのなら、マルスに聞けば早いのではと思ったんです。それは今と同じ優しい君だったよ。だからそんなに焦ることなんてない。ゆっくり思い出そうとルミエルもそう言っていただろう。そうですね。すみません、急に。いや。何です、今の音は。まさか敵襲。ルミエルやみんなが心配だ。音のした方に行ってみよう。はい。集中してます。もしかして紋章師の指輪を狙ってきたのかも。ルミエル様が指輪の間で戦っておられます。早くルミエル様のもとに。わかりました、急ぎましょう。神竜様のために。あなた様の武器です。この一戦で衰える辛酸はない。目線いただきました。頑張ります。
敵の数が多い。これでは指輪の間にたどり着けません。この扉の向こうか。間違いありませんわ。すぐに突入いたしましょう。誰かの声。アルフレッド、君はまさか、まさか神竜様、ついに目覚めたのかい。はい。そうか、よかった。この時をどれだけ待ち望んだことか。話したいことはたくさんあるのだけれど、今はそれどころではないね。奴らは一体。私たちにもわからないんです。急に襲撃があって。承知した。では急ぎ敵将を捕らえ目的を吐かせよう。これより僕と我が神下エーティエ、同じくブシロンが鬼軍の騎下に入る。指示を出してくれ。ありがとうございます。神竜様、ご挨拶が遅れました。俺はブシロンというものです。戦う際、敵の近くに俺がいるときは追加で攻撃を叩き込みます。あと一押しが欲しいというときにお使いください。33代目の実力です。指示をくれ。お目にかかれて光栄ですわ、神竜様。私はエーティエと申します。空飛ぶ敵は弓の格好の的ですわ。どうか私にお任せくださいな。このしなやかな筋肉より繰り出される一戦で必ずや仕留めてご覧に入れましょう。あげなければ。
せぬままに。まだ足りませんわ。行き先はどこだ。よし。参りましょう。ただ進むのみ。神竜様のために。打ち取った。平気です。ここに。良い鍛錬でしたわ。エングレム、エンゲージ。
尊い犠牲だったわね。よくぞ乗り人の使命。何しますの？あなたたちは何者なんですか？どうしてこの王城に？私の口からは語れぬ。今はただこの回廊を死守するのみ。しまった。はっ、眠りなさい。やってみせます。ただの王城兵ではないのか。片付きましたね。指輪の間に急ぎましょう。あなたがショーですか？回廊の兵たちは片付けました。降伏しなさい。抵抗すれば無事では済みませんよ。いつの間に。無事で済まないのはあなたの方です。死になさい。危ない。さあ、残りの指輪もこちらに。立ち去りなさい。ですか？杖が効かないんです。傷が深すぎて。
くなることは寿命が尽きることと同じです。本当ならルミエル様の寿命はまだ先のはずなのに、どうしてこんなことに。私の力はこの子にあげたからよ。私に。あなたが眠ってからずっと私の力を分け与え続けていたの。そうすればいつか目覚めてくれるって信じて。だけどもう力が尽きかけていたのね。そんな、私のせいでこんなことに。バカね、あなたのせいじゃないわ。我が子が目覚めるなら、生きていてくれるなら、親は何だってするものよ。でもこの聖騎士の指輪をあなたに授けます。本当は私の作った指輪もあげたかったけれど、取りには戻れないわね。よく聞いて、さっきの侵入者たちからは邪竜の力を感じたの。奴らにこれ以上指輪を渡してはダメ。お願い、どうかあなたが12の指輪を集めて。何があっても、何を思い出しても、神竜として最後まで戦って。わかりました。私が必ず指輪を集めます。何があっても最後まで戦います。だから、だから死なないでください、母さん。ああ、私を母と呼んでくれるのね。ありがとう、その言葉最後に聞けてよかった。最後じゃないです。母さんの作った指輪、記憶が戻ったらくれるって約束しましたよね。それに起きたらゆっくり話をしようって、そう言ったじゃないですか。そうね、もっとたくさん話をしたかった。私、あなたのお母さんになれて幸せだった。私も母さんの子で幸せです。千年前の私も幸せだったと思います。だから、でかい、思い出すまでそばにいて。まだ行かないでよ、母さん。全くこの子は。ほら、約束、母さんと指切りしましょう。これからもずっとそばにいるわ。いつか指輪を、朝起きたらおしゃべりを、一緒に。母さん、なんということだ、ルミエル様が。神竜王様が崩御なさった。母さん、起きてください。指切りしたのに、これじゃもう約束守れないじゃないですか。ありがとうございます、みんな。母さんの弔いを手伝ってくれて。竜の守り人としてルミエル様にできる最後のことですので。ルミエル様。
くなよ、フラン。神竜様の方がもっとお辛いんだから。でも…ルミエル、こんなに早く別れが来るなんて。子を残し、命を落とすことがどれほどの無念か。私はあなたの分まで、あなたの最愛の子を守ると誓おう。今、あの力が使えたら。不可能だ。ここにはまだ私たちしかいない。そうだね。まさかこのようなことに。力になれずすまない。アルフレッド王子、この度は助力に感謝いたします。しかし、なぜこの地に。何か御用があったのでは。実は母上、フィレネ女王の使いで神竜王様に救援を求めに来ていたんだ。少し前からフィレネ王国に化け物が現れるようになってね。化け物。ひび割れた体に黒い仮面、人の形をしているが人でない何かだよ。おそらく異形兵ですね。異形兵？奴らの仲居？はい、正体は生ける屍だと聞いています。屍？道理で意思疎通ができないはずだ。奴らは神出鬼没で無差別な破壊をする。今は王城の騎士たちを各地に派遣し、なんとか食い止めている状態だが、いつまで持つかわからない。こうしている間にも民たちが危険だ。こんな時にすまないが、神竜様、我が国に手を貸してくれないか。共に来てほしいんだ、フィレネ王国に。私が力になれるでしょうか。母さんはもういないのに。ルミエル様はいなくなってしまったが、君はその血と思いを受け継いでいる。指輪の力を使いこなせるのは神竜たる君だけだ。今の我が国には君の力が必要なんだ。すまない、やはり強引だったね。もう少し時間を置こう。僕は一旦国に戻る。その間に考えよう。いいえ、行きます。これ以上家族を殺されて悲しむ人を増やしたくありません。決めたんです。怖いと思ってももう逃げないと。母さんがいなくなった今、神竜の役目を果たせるのは私だけですから。それに各国に指輪が託されているのなら、フィレネにも指輪があるんですよね。ああ。ならフィレネに行くことは私の目的でもあります。12の指輪を集めて世界を平和にする、それが私に託された母さんの願いですから。私は神竜として正式にフィレネ王国からの救援要請をお受けします。そうか、ありがとう神竜様。よろしくお願いします、アルフレッド王子。よければアルフレッドと呼んでくれ。君には幼い頃からよく会いに来ていたから、なんだか親しい友のように思えるんだ。君の方がずっと年上なのだけれどね。友達で構いませんよ、アルフレッド。実は私には眠る前の記憶がないんです。だから今は生まれたての赤子のようなもので、友達としていろいろ教えてくれると嬉しいです。わかった、何でも聞いて頼ってくれ。ルミエル様の代わりには決してなれないが、精一杯君の力になるよ。ありがとうございます。
そんな。これから旅立たれるのであれば拠点が必要となりますな。離宮ソラネルをお使いになられてはいかがでしょうか。ソラネル、私が眠っていた場所ですね。使えるのならありがたいですが、今からみんなで戻るのは大変では。ソラネルには不思議な力がございまして、神竜の力があればどこからでも出入りが可能なのです。そうなんですか。はい、逆に申し上げれば、神竜の力がないとソラネルに入ることはできません。我々竜の守り人でさえ、ルミエル様のお力なしでは一歩も足を踏み入れることができませんでした。それがソラネルが最も堅牢な空の要塞と呼ばれるゆえんです。それは心強いですね。バンドレの提案通り拠点として使いましょう。でも出発する前に少しだけ時間をくれますか。お、母さんに挨拶をします。しばらくここを離れることになりますから。わかりました、お待ちしておりますので、どうかごゆっくりと。母さん、今までずっと守ってくれてありがとう。きっと長い旅になると思いますが、バンドレたちも一緒なので心配しないでください。私は神竜として必ずあなたの意志を継いで指輪を集めます。行ってきます、母さん。無事にソラネルに戻ってこられましたね。目覚めてすぐの時は気づきませんでしたが、こんなに広かっただなんて。今はガランとしていて何もありませんが、仲間が増えれば賑やかになるでしょう。設備を整えれば戦闘にも役立ちます。どうぞご検討くださいませ。わかりました。ところで神竜様、これに見覚えはございませんか。装飾品、初めて見るものです。珍しい水晶でこしらえられていますね。これがどうかしたのですか。襲撃の後指輪の間に落ちていたのです。あなた様のものかと思いお持ちしたのですが、どうやら違うようですな。他に持ち主もおりませんので、敵兵のものであれば処分を。待ってください、見覚えはないのですが、何か懐かしいような感じがします。であればこれは神竜様がお持ちください。何か思い出すことがあるかもしれません。ありがとうございます。ここでしばらく休んだらフィレネに向けて出発しましょう。
そうだね。そうだね。説明します。なるほど。聞いてくれ。良いですか。Thank you.
あら、神竜様、何をなさっているのですか？あ、クラン、明日は忙しくなりそうですから準備をしていました。でしたら僕が代わりに。神竜様はお休みください。そんなの悪いですよ、自分のことは自分でやります。いけません、ここはお任せください。でも僕は33代竜の守り人として神竜様のお目覚めをずっとお待ちしてました。いいえ、僕だけではありません。それは先人たち全員の思いです。千年も待った僕たちにとって神竜様に仕えることは何よりの至福なのです。だからお気になさらず、身の回りのことは僕に任せてください。わかりました、そういうことならお任せしましょう。ありがとうございます。お礼を言うのはこちらです。いつも気にかけてくれて本当にありがとうございます。あなたのような進化を持って私は幸せ者です。本当ですか？嬉しくてまたそっと押しそうです。クランが作ってくれた時間しっかり休ませてもらいますね。時間よ。こっちは準備万端だよ、フラン名誉会長。これより神竜様ファンクラブ定期会合を始めます。わーわー、今回はファンクラブを盛り上げるためにできることは何かを話し合いましょう。クラン、あなたはどう思う？やっぱりファンを増やすためには布教活動が必要だと思うんだよね。そうね、私も同意見よ。でもどういう活動が一番効果的なのかしら。そのアイディアならあるよ、神竜様の素晴らしさを伝える冊子を作ればいいんじゃない？冊子？神竜様は信仰対象として有名だけど、その素顔を知る人は限られてるよね。だから素顔を知る僕たちがそれを多くの人に伝えればいいんじゃないかな。おお、それはいい考えだわ。じゃあ例えばこんな感じかしら。表紙にバーンと神竜様のお顔を描いて、特集神竜のすべてと銘打つの。そして中には神竜様に直接聞いたいろいろなお話を掲載。好きな食べ物や好きな武器なんかも載せて神竜様を身近に感じていただくのよ。ダメかな。いい、僕が思ってたのより堅苦しくなくてすっごく
いよ。さすがはフラン。ありがとう。クランの案のおかげよ。じゃあ2人で冊子を作って街で配りましょう。神竜様のファンがもっともっと増えるわよ。え、ま、街で配るの？はい。ありがとう。
神竜様。あ、ね、眠っていらっしゃる。お美しい。神竜様の寝顔、こうして見るのは久しぶりだな。うん、やっぱり前と変わらず神々しい。そうだ、いつもみたいに拝んじゃおう。あ、おはようございます。なんだか初めて目覚められた時のことを思い出しますね。説明します。